はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もはい、ドーンやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、本日は、最新武器のですね M24 を使って、まあちょっと敵しばきに行こうと思うんですが、まあ、M24 ね、まあ異端児中の異端児なんで、少しね扱いこなせるかがまあ怪しいんですけど、とりあえず、まあ、皆さんね気になっている方もいるでしょう。はい、せっかくね銃器マスターのレベルを上げたのに、正直まあ強い武器かどうかわからない、まあ材料がね、もったいないので作りたくない、ゴールドがねもったいないから作りたくないという方、まあ多くねいらっしゃるかなと思います。なのでね、僕が今回作ってみて、まあ使用感をですね徹底検証&レビューしていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでまずはね、レシピを獲得していきましょう。装備ショップから、2700ゴールドを使って大金はたいて買っていくわけ。まずはね M24 狙撃銃が手に入りました、アンロック。さあそして、ここからですよね、製造していきましょうか。3つ作ってあげていけるかな今回。ちょっとね、今回もですね準備不足により、正直作れるかどうかが分かりません。すいません、作れなかった時は許してください。代わりにですね、まあなんか適当な武器で、敵をしばきに行きたいと思います。さあこれ作れなくなってしまった硬いアルミニウム合金が、さあ上質なレザーはなんとか作れますが、いやちょっともったいないよね正直ね。みんなわかるよ、金属かっこユニークがさ結構使うからね。こんなね意味のわからん武器に使ってる場合じゃねえぞって感じなんですが、とりあえず松の油が足りなくなりました。マジか、最悪。ちょっと最大買ってみよっか、買えないか。さあ松の油が、白く24のマイナス2の22必要なんで、ちょっと買っていきましょうか。暗算検定、準2級です。はい、22個990円、高い。本当にゴールド使ってさ、この弱い武器だったら無理だよな。あれなんか足りないぞ、ネズの木ももしかしてない。いやそんなことないか、石がないのか。わーマジか。いやこの石結構枯渇しますよね。いやだいぶまずいぞこれ。さあ、石がですね残り400個じゃない、200個か、200個必要なので、とりあえず180個ちょっと買いに行きたいんですが、こちら180買えますかね。あ、買えたわ。さあとりあえずじゃあ石ね、180個買えたので、作ってあげましょう。すいませんねちょっと動画を撮る前にね準備しろっていう話なんですが、僕 ADHD でね、その辺ちょっとできないんですよ、すいません。ということで、一旦ね M24 狙撃銃を作っていきたいかなと思います。さあ製造するぜ、ちょ頼む。そろそろ紫か金、いやでもいらないな正直。正直ここは青でいいよ、うん、多分使わないと思うから今後二度と。さあということで来ました、青のレートが2001。はい、付与ステータスがですね脚部走行貫通プラス21、対人型敵ダメージ上昇プラス 4%、 さらには頭部走行貫通がプラス21ということで、まあありがたいですよね。この M24 なんですけど、銃器の効果がね致命的な打撃ということで、弱点に命中すると毎秒ダメージの 5% の負傷ダメージを与えるということで、意外と強いのかもしんない。はい、で持続時間3秒のクールダウンが10秒ですか。でまあ M24 は特別に開発された狙撃武器と、精度の高さと美しくエレガントな造形で知られているというわけで、まあ、エレガントで美しいわけですよ。でまあ威力がねめちゃ高いですね。ダメージが983で、弾倉6発の射速が43ですって。で、こちらのね AK15 とかと比べるともうだいぶですねダメージがでかい。はい、まあ、5倍以上ですか。はい、だからね、今回はこちらの、M24 をね使ってちょっと敵ぶち56していこうかなって思います。せっかくだからねこれ M24 にさ、あのスコープつけた方がいいよね。ちょっとスコープも作っていきましょうか。さあということで、まあ、4スコ6スコあたり作っていきたいんですが、どっち作ろうかな。うわー最悪、ガラス使うのか。ちょっと6スコでも一旦作ってみますか。銃器付属品の部品が必要なので、これをね一応8個買っておきましょう。
もうこれだけでね、わーお銀貨800円ということで、まずい。今ね、ちょっと農園をさ強化したいから銀貨とかあんま使いたくないんだよな。とりあえずまあいいか、一旦ね、この付属品はすでに持ってますとか言って、いや持ってませんよ。4倍スコープ製造します。はい、騙されました。危ない、騙されるとこだったぜ。ということで4倍スコープゲットからの、さあ6倍スコープもゲットしていこうかということで、無事にね、作ることができました。対戦ありがとうございました。はい、ということで、本日の動画は以上になります。以上コンクリでした。じゃなじじとかね、まあそんな感じで動画を締めれればまあいいんですが、とりあえずつけていきましょう。スコープ、まあ最初はね、こちら4倍スコープアンロックしていこうか。ちょっと4スコでいきましょうか。初めてだからね、4倍スコープ以上つけるのは。あー、これは PUBG と同じスコープの感じか、まあ、やりやすそう。はい、4スコね。でちょっと6スコもつけていきましょうか、せっかくなんで。まあ、どっちでもいいんだけどね、まあ6スコの方がヘッショとかしやすそうだから、ちょっとね、6スコつけていきましょう。ということで6スコ装着しました。あー、やりやすそうだね、これ見やすいですね。6スコの方がいいですね、まあ好みですね。ということで、早速ね、しばきに行きたいと思うんですが、その前にですね、ちょっと待ってください。弾薬箱が必要なんで、ちょっと弾薬箱を買いに行きたいんですが、250個これが必要なんで、とりあえず買っていきましょう。もうどん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 銀貨ってさなくなっていくような、本当に恐ろしいんですが、とりあえず弾薬箱、完璧です。はい、これで、しっかりと弾薬を補充していきたいと思います。 100% から何%減るんだろうね、 M24。 さあ 19% 減って、まあ50発の6発ですが、ということでね、今回は、レイブンからですね、まあ、またね、探していこうと思います。ただちょっとね、この拠点調整難しいんじゃないかな、 M24 だと。だからちょっとさ、ちょっと簡単めなところで今回は行きたいと思う。さすがに22レベルはしょぼすぎるから、まあ、もうちょっとね、強いところに行きたいんですが、なんかしょうもないところしかないね。ちょっとどっかね、ないんですか、良さげな感じの、まあ、36レベとか、まあいいかな、グレン駅とか、まあ、この辺だよね、希望の街とかね。希望の歌っていうさ、まあ、直撃の相馬っていう、アニメのね、オープニング曲が僕好きなんで、希望の街、今回はやっていこうと思います。さあ、行きましょうか。まあ、皆さんもですね、ぜひね、希望の歌っていうね、歌を聴いてほしい。で、カラオケで歌ってほしい。あれ結構ね、歌ってると気持ちいいんだよ。はい、ということで、まずはね、いつも通りパネルを確認してソロ挑戦やっていきましょう。さあ、ということで今回は M24 使っていくわけですが、まあ、使用感とかね、僕が徹底的に検証していこうと思います。うわ、頭当てて一発で沈まないのか、これ結構きついな。しかも当たんなかったし最悪。いや、まあまだゾンビだからいいけどさ、1854ってさ、まあマジでさ、火力えぐいよね。はい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 、えぐいです、えぐいです。ただ一発で沈まないのがこれやばいな。ちょっとドローンをお供にしてさ、でもやるしかないか。ちょっとドローンちゃん頑張ってくれ。で、近くに火炎放射器も置いといて、で、腰打ちお祈りゲーミングで、まあ、ワンチャン当てるか。さあ、まあ、腰打ちじゃ当たりませんね。あーあーあー、てか6スコちょっと見にくすぎ、ちょ近すぎ近すぎ、やめてください、やめてください本当に。ああ、もう本当に火炎放射器が強い、ありがとう。さあ腰打ちも当たっていく。とりあえず行きましょうか。僕のドローンさ、しょうもないんだよ。まだレベル10のドローン使っててね、あのちょっと動画でさ、レベル50のドローン使ってみたっていうのを作りたくて、未だにですね、作れてないんですよね。はい、動画投稿者って本当に不便ですよね。本当は作れるんだけど、あえてね、動画のために残しておくみたいな感じで作れないんですよね。あー、これ、まあ、胴体1000ダメージ入んのか、まあそれはありがたいけど、まあ、やっぱりさ、顔面に当てないといけませんよね。ちょっとこれさ、6スコめんどくさいわ。ちょ、一旦、こちら組み立てで4スコに変えましょう。なんならレッドロットでもいい気がするわ、これね。レッドロットにしてみますか。さあ M24 レッドロットバージョン、あ、レッドロットでいいわ全然。うん、なんか遠距離でさ、まあ、PVP とかでやるんだったらいいんですけど、とりあえずゾンビ相手にはね、高倍率スコープなんていらないと思うので、もうこれレッドロットでね、いいですね。もうレッドロットが正解ですね。ほら全然当たるしな、頭に当たるよ。で、弱点に当てることによって、まあ、5% のダメージが追加で入っていくと。
いうことで、強いですねこれは。いや M24 意外といいかもしんないな。まあパーティーとかで組んだらね、まあ後方支援してあげてください。はい、まあ高倍率スコープを使って、まあ一人でやるときはこうやってね、まあレッドドットで頭とかね、まあ胴体に当ててあげるのがまあいいんじゃないかなと思います。さあちょっと邪魔。いやでもまあちょっとダメージがないな。金武器とかになったらね、まあワンチャン攻撃力いっぱい上がって、でちょっとねこのヘッドダメージとかも上がると思うんでいいと思うんですが、ちょっとですねやっぱ青武器だと火力がですね足りないですね。まあ正直に言うんで僕は、はい、新しい武器だからといって、うわこれが最強とかさ忖度しないから、なんか毎回最強最強とか言うやつさ信用できないじゃんね。だから俺はこれさ あえて言うわ、この武器はガチで最強。はい、マジでこれ強えわ。うん、腰打ちでいいもんな。だってゾンビ相手だったらもう腰打ちで事足りるから、まあ効果力ですよね。まあちょっと三段銃と比較してみたいなって思いますね。はい、僕三段銃のレベル50まだ使ったことないんで、三段銃とね比較してみてみたいな感じはある。さあとりあえず、次はですねノートの入った小さな箱を探していくということでやっていきましょうか。今回ですね、まあ、M24 使ってるんですが、まあ正直ねバッグに入れてればどんな武器でもね、選択ができますので、まあ M24 でね、遠くの敵を蹴散らした後は近くのね敵はこのように、まあ、武器を変えてね、やっていくっていうのがまあ本当はね、セオリーだと思います。はい、まあ僕はですね、まあ、動画投稿者という立場なので、まあ、立場なんてもんはねないんですが、とりあえず今回はそのセオリーをガン無視して、まあ、M24 をね使っていきましょうか。今回の拠点挑戦はまあ非常に楽そうですね。うん、なんか全然大物出てこないからもう楽勝ですわ。もうこのまま腰打ちでさどんどんやっていきましょう。はい、ヘッドにも当たるよ。腰打ちでいいよ。もうゾンビ相手にはもうこうやって散弾銃みたいな使い方をするのがねいいのかもしんない。うん、でまあフクロウとかさ相手だとちょっとね遠距離からの攻撃とかもありかなって思いますね。はい、ということで、無事に帰還できたのかこれ。はい、ヘリが到着するまでなんかこの場を死守しないといけないみたいです。じゃあね、もうかましましょうか。はい、重火器をかましてあげるわけ。おい近づいてくるんじゃねえぞ。誰がさ M241 丁でやるっつったよな。重火器があればお前らなんて本当にさ消し積みにできるからな。なめんじゃねえぞ。ということで終わったか。襲ってくるゾンビを防ぐ16分の7なんですが、残りのゾンちゃんたちはどこ行ったんでしょうか。いません、消えました。あ、下から湧いてくんのか。なるほどね。はい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 、いらっしゃい。もうガンガン縛いていくからね貴様らなんて。はいはい、怖くない怖くない。あ、すいません。とりあえずじゃあ腰打ちで縛いていきましょうか。こうやって引きながらね腰打ちして、まあ、距離を取りつつね、やればいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、これがですね、まあ、三段銃とは違った使い方というか、三段銃はね、少しね、まあ、射程に難があるので、まあ、それに比べてね、この M24 はですね、まあ、普通に、引きながら撃てるということで、これ最強武器です。はい、確実に最強武器なんだけど、やばい変なの来た。怖い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 、なんかデブチョビンが来てる。さあなんかやばいやつ来た。ちょっと一旦避けてあげて、でちょっと待ってください。お前本当にさやめろよそれ。これ腹立つよな、リッパーのさなんかボコボコシーンやめてくださいよ。いやちょっとお前はさもうイラついたから M241 丁で倒してるわ。あ、待て待て、本当にやめろ。どっか行けマジで。意外と全然減らねえ、これリッパーの体力がありすぎる。ちょっとだるいわこれ。だるだる案件入っちゃってるんで、一旦ね、消火器やって、あ、消火器じゃないわ、火炎放射でした、真逆でしたわ。でちょっとドローンも出してあげましょうか。まあスズメの涙程度のドローンなんですが、リッパーはいなくなったか。あ、まだいるよなやっぱり。まあめんどくさ、もうちょっとリッパーがマジでだるいんで、おいちょっとやってしまえあんたたち、援護射撃頼むよ。俺は俺でさ撃っとくわこいつにな、このバカタレに。さあやばい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 、あいつの大技を食らってはいけない。さあなんかひるんでいる間にやっちゃいましょうか。いやーちょっとやばいわ、
これを削るのはね、あのめんどくさいので非常に、はい、ちょっと僕も怒っていいですか。ちょ、怒りますわ。怒りのさ、重火器振ろうと。さあ、お前やるからな、本当に。もうどっか行け、ほんと。邪魔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 。さあ、リッパー残りもうすぐだね。じゃあもう軽機関銃でやっちゃおっか、M249。まあ、M24 もさ、M249 も、まあ、一文字違いだからね。許してください。はい。ということで、無事にね、クリアすることができました。まあ、皆さんもね、M24、まあ、使う価値はあるっちゃあるんですが、まあ、あの、PVP とかでね、まあ、遠距離からちまちまやる分には良さそうです。はい。まあね、冒頭でね、話した通りなんですけど、何もね、一つの武器で、まあ、やる必要はありませんから、この M24 にはね、しっかりと、まあ、遠距離スコープつけといて、まあ、遠距離からですね、まあ、チクチク、まあ、敵をしばいていくみたいな感じで、で近寄ってきたらね、あの別のさ武器にあの切り替えればいいと思うんで、まあ、ただね、まあ、普段使いとしては、まあ、この辺のね、冒険するのだったら楽かなって思います。はい。まあ、遠距離からこうやってね、ゾンビしばけるので、まあ、皆さんもですね、まあ、この遠距離武器使って、まあ、冒険ね、楽しく進めてみてください。まあ、たまにはね、ヘッショしてると気持ちいいんで、もしかしたらハマるかもしれません。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。